민채노 한국어. 안녕하세요. 김민채입니다. 안녕하세요. 겨우누 효경화 천만에요. 천만에요. 도이타시마시테 됐어요. 前回 皆さん 감사합니다. 감사합니다와 난데시다까? ありがとうございます. 감사합니다 って言われた時に、あにえよっていう表現習いましたよね。あにえよもいいんですが、今回の表現、ちゃんまねよもいいと思います。どういたしましてです。連音か覚えてますか？連音か。前の文字に받침があって、その次の文字が母音で始まる。丸があると、前の받침が流れて発音されます。それで、ちゃんまねよって発音される。もう一回言ってみましょうか。ちゃんまねよ。ちょっとゆっくり。ちゃんまねよ。別々に読むとね、これを自然に読むと、ちゃんまねよ。大丈夫かな？このスライド何回も見た覚えありますよね。それぐらい大切ってことですよ。全部で40個。これを自分で全て、今のうちに全て覚えてるかどうか毎回確認しながら勉強を進めてください。1番のあや、およ、うよ、うゆ、うい。大丈夫かな？基本母音10個。毎回これかなって今、飽きたなって思ってる？じゃあ今日は逆に、1番からではなく10番から読んでみましょう。準備できた？自分で先に読むんだよ。い、う、ゆ、う、よ、お、よ、お、や、あ、どう？読めた？もうちょっと早く読んでみましょうか。できるかな？やってみてくださいね。い、う、ゆ、う、よ、お、よ、お、や、あ。うまくできた？ じゃあ、1番から10番まで1回読んで、次行きましょうか。あやおよおようゆういです。1番と4番合わせて21個。韓国語の、母音のすべてです。もうすでに覚えてる人もいると思いますが、4番特にちょっと難しい、ややこしいですので、繰り返し単語で確認しながら一個ずつ覚えていきましょう。一回読んでみますね。えいえ、えいえ、わうえうえ、わうえういうい。先週私たちはこのね、複合母音、構成母音、二重母音と読むこの複雑な母音の形を勉強してきました。でそのままでもいいんですが、もうちょっとその内容に加えて、発音の練習をもうちょっとしようかなと思います。発音で特に気をつけなきゃいけないのは、一番下に書いてあるこの3種類です。これを気をつけながら発音の練習をしましょう。まず1番と3番のことです。1番と3番。1番と3番、先週習ったどんな風に作られたかは分かる？覚えてる？あにい母音が来て、1番あにい母音が来て、えになります。3番おにい母音が来て、えになります。私の口をちょっと見てくれる？1番はえ、
3番は、ちょっと違いがわかる？ A はもうちょっと口を広くして大きくして、って発音します。3番はもうちょっと細く、になります。両方とも日本語で、ですよね。で、もともとは今のように区別しながら発音しますが、今現在ソウルの人はあんまり区別しなくなりました。なので、この1番と3番は発音一緒ですよっていうふうに私たちは勉強しています。皆さん、1番と3番難しいなって思うかもしれませんが、日本語のあいうえのえだと考えてください。つまり発音一緒だって覚えてください。ただこの綴り違いますので、単語の意味が変わります。発音は一緒でも単語が違うので、綴りを確認しながら覚えなきゃいけないんです。それからその次ね、2番と4番です。2番と4番も同じく、2番はやにいがきて、えになります。4番、よにいがきて、えになります。どう？区別できる？難しいよね。2番と4番も、発音一緒だって覚えます。一緒ですよ。で、これも同様で、単語で覚えないと、綴り確認しながら覚えないと、聞くだけでは区別できません。なので、単語を覚えるときに、短い棒が1つか2つか、右側になってるか、左側になってるか、1つずつ確認しながら覚えてください。1番から4番まで読んでみるね。聞いてください。1番 A、 2番 A、 3番 A、 4番 A。 大丈夫かな？ちょっと早く読むね。 A、 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 一緒だね。 じゃあ5番いきましょうか。5番はちょっと簡単です。なんでかというと、5番は O と A、おとあが合わさったもので、おとあを早く読めばできます。できる？お、あ、おわ、おわ、おわ、わ、わになります。わだよ、わ。これは大丈夫。問題は、これは黄色いペンにしようか。6番の上、7番の上、9番の上、この3個です。この3個は、上、上、上って言って発音一緒です。作られた当時はちょっと違ったですが、今現在これを区別する人はほぼいません。なので、これ全部ね、単語の綴りを確認しながら覚えなきゃいけないんです。で、この中で6番はまず一つの単語で、覚えておきましょう。何かというと、丸がい、四角になっちゃった。ダメ。ダメですね。丸がいて、これかいて、絵をかいて、これが上ですよね。上。上。これは一つの単語ですので、このまま覚えておきましょう。これ大切。上？上？なんで大切？なぜ？この上なんですよ。一つ言葉、単語ね、覚えておきましょう。とりあえずこういう文字があるんだっていうことをね、上、覚えておきましょう。それと、おにいが来る、7番、おにいが来る、上。うにえが来る、上。これ
これ全部発音一緒だっていうことを忘れないでください。大丈夫かな。それから8番も割と簡単って言えるかな。ウにオが来るウォです。ちょっと早く読めばできるの。ウォ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 です。それから10番いくよ。10番はウにイが来ました。ウにイが来て発音ちょっと難しいけどウィです。ウィ、ウにイが来るウィ。11番ウですよね。ウにイが来ます。それでウィになります。ウィ。10番と11番区別してね。ウィ、ウィ。大丈夫かな。続く、다음편으로이어집니다.